こんにちは。一般社団法人日本下水道光ファイバー技術協会です。我々は平成8年に下水道法の改正により、下水道管の中に光ファイバーを敷設することができるようになったため、処理場やポンプ所の通信線として光ファイバーを敷設しております。今後進めたい事業の一つとしまして、下水道光ファイバーによる上下水道の一体管理の推進でございます。令和6年4月から水道事業が下水道に移管されました。これを受けまして上下水道の一体管理を進めていきたいと考えております。ご覧のように我々は下水道管の中に光ファイバーを敷設するわけですから、地震や災害に強く、下水道の DX 化にも貢献できる通信網として光ファイバーをネットワーク化していこうと考えております。いざ地震が来ますと、写真にありますように電柱に敷設されている通信線ではですね、断線したり通信不能になったりとなりますが、下水道管地下深く敷設されておりますので、断線にも強く通信が途絶えることがないと考えております。今後は下水道施設だけでなく上水道施設も結び、さらに市役所や公共施設もですね、この下水道光ファイバーで結ぶことによって、災害時の公共の通信、あるいは市民の皆様への情報提供、さまざまなことに貢献していきたいと考えております。ご興味ございましたら当協会のホームページがございますので、ぜひご確認いただければ幸いでございます。